根本智久は、福島県元宮市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。小学4年生の時に和田スポーツ少年団で、ソフトボールをはじめ、元宮市立白沢中学校を経て、帝京朝香高校へ進学。高校では1年秋から、ベンチ入り。3年夏は、背番号10で、県大会16強。横浜商科大学では2年春から、ベンチ入り。 4年時の2007年春から頭角を表し、浜のドクター系の異名を取る。夏に日米大学野球で日本代表に選出され、春秋と神奈川大学野球連盟の最優秀投手になった。同年度のプロ野球ドラフト会議の大学生、社会人他護対象の部にて、千葉ロッテマリーンズに3巡目で指名され、入団した。 千葉ロッテマリーンズ時代プロ1年目の2008年、中継ぎとして25試合に登板したが、以後2年間は不審により登板数が大幅に減少した。2010年オフに山本一徳、高口高行との交換トレードで北海道日本ハムファイターズに移籍した。2014年10月3日付で戦力外通告を受け、12月2日、自由契約公示された。 ボールの出どころが見えにくい、スリークォーターのフォームから繰り出される、最速時速140キロメートル台後半の、速球にスライダー、カットボール、チェンジアップを操り三振を奪う。ありがとうございます。